岩石の一種岩石とは、世間一般には、岩や石のこと。石の巨大なもの、特に無加工で表面がゴツゴツしたものを岩と呼び、岩、岩とも書く。学術的には、自然的原因による起源を持つ、数種あるいは一種類の鉱物や、純鉱物の集合体を指す。例えば、加工岩は、石英、蝶石、キララ、角栓石など、 様々な鉱物の集まりからなる。路頭での見かけ上は、層上である岩石を地層と呼ぶのに対し、干入しているか海上のものを岩石として区別する。岩石は、地球表層の地殻と、上部マントルの一部をはじめ、他の地球型惑星や小惑星、衛星を構成する主要な物質である。地殻の岩石は、生因的に、マグマが冷え固まることでできる日なりは、 岩石の採摂物、生物の意外、科学的沈殿物などが堆積、または沈積し、固結してできる、堆積岩、既存の岩石が高い温度と圧力を受けて、固体のまま素性や構造が変化してできる、変成岩の三つに大きく分類することができる。さらに、共に、地球の内部でできた岩石である日なり和と、変成岩をまとめて内なりは、地表でできた岩石である、 体積岩を外なり岩として大別する方法もある。岩石と鉱物を総称して、あるいは岩石と鉱石の属称として、石と呼ぶことがあるが、それらは学術的には区別されるべきものである。科学的には、鉱物は化学蘇生の均質な純物質であり、岩石はその混合物である。岩石と鉱物は共に地球の個体部分を構成する要素であるが、 鉱物がその最小単位として知られている。岩石を作る主な鉱物を造岩鉱物という。岩石と鉱物の関係を例えて、趣味で岩石学をたしなんだ、香川豊彦は、岩石学は鉱物学の社会学のようなものだと述べたことがある。一般に、 鉱物は三次元的に規則正しい原子配列を持ち、蘇生的に均質であるため一定の化学式で表すことができる。これに対して岩石は種々の鉱物や天然ガラスなどの集合体である。鉱物や岩石のうち有用な成分を含むもので工業的に利益を生み出せるものを鉱石という。学術的には岩石は岩と命名され、 鉱物は、石や鉱という名称をつけられるのが一般的であるが、黒曜石、大理石、三陰石など、石が岩石の通称となっている例も少なくない。岩石は、その成因により、以下の3種類に大別されることが多い。これは、1862年に、ベルンハルト・フォンコッタが、ヒナリーは、ミズナリーは、変成岩に大別した類型が元になっている。 また、t クルックは、火星岩と変成岩を一括して内成岩と呼び、堆積岩を外成岩とした。地下で岩石が溶融した状態とされるマグマが、地表へと上昇する間に冷却され、固結して形成される。マグマが、地表や地表を近くで急激に冷やされて固化して、形成される日成岩は、火山岩と呼ばれ、マグマが、 地表や水中に噴出し流出した溶岩が固化したものもその一つと言える。火山岩に対して地下深くでマグマがゆっくりと冷え固まって形成されるヒマリ岩は新生岩と呼ばれる。火山岩は急速に冷やされるため結晶が十分に発達せず、石器と呼ばれる砕流の結晶やガラスからなる部分と半晶と呼ばれるや,やや大きな結晶からなることが多い。 一方、新生岩は長い時間をかけて冷やされていくため、結晶が十分に成長し、大きさの似通った素粒の結晶が集まった組織を成している。必ずしも火山起源の岩石すべてが火山岩に属するわけではないし、新生岩に属する岩石すべてが地下深部で形成されるわけでもないため、記載岩石学の実際的には、両者は、 火星岩の組織の違いによって分類されるのが普通である。火山岩と深成岩の中間的な条件で冷やされて形成される火星岩を半深成岩として分ける場合もあるが現在ではあまり使われない。既成の岩石が風化、浸食を受けてできた採設物が水や風や氷河により運搬され水底や陸上に堆積したものが 属性作用により固結して形成される。採折物の体積により形成された採折性体積岩。生物の意外の体積により形成された生物的体積岩。水中に溶解していた化学物質の沈殿や石質により形成された化学的体積岩の3種がある。採折岩は固結したものの種類によって、霊気が固結した液岩。砂が固結した砂岩。 泥が固結した泥岩などに分けられる。火山砕設物が固結したものは、業界岩と呼ばれる。すでに形成された岩石が最初にできた時とは異なる、条件下で、変成作用を受けて、鉱物組成や組織が変化して形成される。火山の稼働などで、マグマに接触し変化した、接触変成岩、マグマからやや離れたところで変化したり、プレートテクトニクスによって、 プレートが潜り込む地点付近で圧力によって変化した広域編成岩、断層運動などで変化した動力編成岩などが存在する。この他に観覧岩が熱水により変質作用を受けてできた蛇紋岩もある。以上の三大類型に分類された岩石はより詳しい成因、あるいは化学組成や構造などによりさらに細かく区分される。しかしながら、 生物や鉱物の分類とは異なり、岩石の特徴は連続的に変化しているため、その分類上の境界は人為的なものに過ぎない。通例、岩石は複雑な過程を通じて生成されるため、その成因についてどの作用を最も重視するかにより、成因的分類は移ろう場合がある。例えば、 海洋性玄部岩が編成してできる緑色岩を例にとると元はマグマ起源の物質から生まれたのでひなり岩と言えるが海底に堆積した点では堆積岩と言えなくもないし編成作用を受けて緑色の編成鉱物を含んでからは編成岩とも言えるつまり岩石の生成史において着目すべき点が変われば成因による 分類上のところ属も変わるということである。また、分類体系とは関係なく、実際の野外調査においては、研究者ごとに異なる野外名が付けられることも多く、たとえ同種の岩石であったとしても、岩石の特徴の識別、記載が行われた時期や地域が違うと、別の岩石名が用いられる例もある。そのため、記載された地域や時期に、 隔たりのある岩石同士の対比、比較が容易でなかったり、同一の岩石に複数の名称と定義づけがなされていて、混乱を招いたりといった問題も生じている。これを解消するため、国際地質科学連合により、まずは、新生岩、後に火成岩に関して、岩石の客観的定義と名称を定めた、統一的な分類体系がまとめられているが、 完全には定着していない。岩石の蘇生は次の表し方がある。成分と流形によって分けられる。成分によると、計算しおと炭酸塩岩に対別できる。一般に堆積岩と変成岩は、火星岩よりも、蘇生の範囲が広い。色指数別化学蘇生別アルカリ元素の量比別1、イコールマグマ2イコール結晶化3イコール化。 ナリンは4イコール侵食5イコール体積6イコール体積物と体積岩7イコール作り構造埋没編成作用8イコール編成岩9イコール溶融岩石は基本的にはまずマグマが冷え固まって結晶化することで生まれる急速に冷え固まったものが火山岩ゆっくりと冷え固まったものが新生岩であるがいずれにせよ岩石の起源の大元は火星岩である こうしてできた既存の岩石はやがて地表で侵食、風化して水や風の影響によって堆積し、堆積物となる。こうした堆積物が圧力を受けたり炭酸カルシウムなどの物質の影響によって化学的に変化し、再び固まったものが堆積岩である。こうしてできた日、なりや堆積岩が熱や圧力などといった。 変性作用を受けて変質したものが変成岩である。なお、より強い高熱にさらされ、完全に溶融した場合、冷えれば火星岩となる。このように、長い時間の間に岩石やそれを構成する物質は互いに移り変わると考えられる。岩石は地球を構成する主要な物質のうちの一つである。地球表層部に存在する岩石は、 鉄やニッケルなどに比べて比重が小さいために、上部マントルや地殻などに偏在し、この2層を主に構成していると考えられている。岩石の中でも、より密度の高い観卵岩や、奇跡岩は、他の岩石より深部へと沈み込むことが多く、上部マントルは、こうした岩石が主となって構成されている。これに対し、地殻はより比重の小さい岩石が主となっている。 中でも海洋底は、玄武岩や、繁霊岩の比率が高く、大陸は、岩石でも、最も比重の小さい花崗岩などの比率が高い。また、マグマが形成されるのは主に上部マントルであり、地表へと上昇する過程で、上部マントルにある観覧岩などを取り込んで登ってくる、ことがある。こうして取り込まれて地上へと噴出した岩石は、捕獲岩と呼ばれ。 地底深くの状況を知る貴重な資料となっている。地殻の岩石の大部分は火星岩と変星岩からなっているが、地表部分においては8割から9割を堆積岩が占めている。これは堆積作用が地表近くで起きており、堆積岩が地表付近に浅く広く分布しているためである。岩石を主要構成物とする惑星は地球だけではなく、水星。 金星、火星といった太陽系内側の諸惑星はすべて岩石を主体とする惑星である。このため、膨大なガスを特徴とする木星型惑星と対比し、岩石主体の惑星は地球型惑星と総称される。なお、岩石は地球型惑星付近のみならず、太陽系全体にあまめく分布する。木星型惑星も、 中心核には多量の岩石が含まれている。月や小惑星は主に岩石からなっており、太陽系外縁天体なども氷と岩石からできていると考えられる。さらに、太陽系以外の恒星系にも岩石主体と考えられる惑星が発見されている。地球最古の岩石は、カナダ北西部で発見された約40億年前のものと見られてきたが、 カナダの東部で42億8000万年前のものが発見された。地球が誕生したのは約46億年前とされるが、発見された岩石は冷えて形成されたばかりの地殻の可能性があり、地殻が形成された時期に関する学説にも影響する発見とされる。日本列島最古の岩石は岐阜県の日田山脈にあるオレドビスキの地層のものとされてきたが、 カンブリアキに属する約5億610万年前に形成された日、成りには、日立変成岩が、茨城県日立市北部の山地で発見された。ギザの三大ピラミッド鉱石だけでなく、岩石そのものも、資源としてよく利用される、有用なものである。岩倉巨大な岩石をそのままあがめる、巨石信仰は、自然崇拝としては、ありふれたものの一つであり、世界各地に、 その信仰、またはその痕跡が残っている。日本においては、岩石信仰は、岩倉としてそのまま、古神道に取り込まれ、現代でも、岩石を神体とする神社は、日本各地に存在し、神道の一部となっている。ただし神道において、数形の対象となる岩石は、巨岩だけではなく、鹿島神宮の要石のように神秘的なものであれば、何でも、 身体となりうる。また時代が下るにつれこうした奇岩は神そのものではなく、神の降りてくるよりしろと見なされるようになっていった。自然石をそのままあがめるのみならず、人類が定住生活を開始し社会が複雑化し始めると、目的をもって石を配置する排石や列石が行われるようになり、やがて天然の巨岩あるいは簡易な加工を行った岩石を利用した、 巨石記念物が築かれるようになった。こうした巨石記念物の存在が最も知られているのは西ヨーロッパの大西洋沿岸地域であり、およそ紀元前4700年頃から紀元前2800年頃にかけて多数の記念物が建造された。その種類もカルナック列石に代表されるメンヒルやニューグレンジに代表されるエン墳、ーフ墓。 ストーンヘンジに代表されるストーンサークルなど多岐にわたっている。これらの巨石記念物の建造目的は儀礼や祭祀に関わる可能性が指摘されているものの多くは明らかになっていない。また巨石記念物の建造は西ヨーロッパに関わらず世界全域に広く見られ、日本においても秋田県の大湯環状列石に代表されるストーンサークルは各地に見られる。 石は彫刻材料として多用され、石像は世界各地に存在する。大規模なものとなると、岩山を改作して人工的な石窟を作り修行を行うことや、岩山そのものを掘り下げて、魔害物や石像、一つの建造物を掘り出すことまで行われた。こうした遺跡は現代でも残存するものも多く、エジプトのスフィンクスやアブシンベル神殿、 ヨルダンのペトラ遺跡などは大観光地となっている。巨石像も各地に存在し、イースター島のモアイなどは広く知られている。特殊なものとしては、ミクロネシアのヤップ島では、遠方より切り出してきた巨石の中心部に穴を開けて円形に加工し、貨幣価値を持たせて、石化として儀礼的な贈答品に使用していた。上記の建築物以外にも、天然の奇岩や巨岩は、 それそのものが一つの観光資源となっている。しかしこうした巨岩は上述のように地元の人々の聖地となっている場合も多く、オーストラリアのエアーズロックのように信仰との兼ね合いで入山禁止が決定されたところも存在する。採石法に定義されている岩石は以下の通りである。すなわち、花崗岩、千緑岩は、無霊岩、観覧岩は、庭。 品位は、気力眼、素面眼、暗算眼、玄武眼、液眼、砂眼、欠眼、年番眼、業界眼、変魔眼、蛇紋眼、結晶変眼、ベントナイト、酸性白度、軽層度、透析、運も及び広い死である。ありがとうございます。